って映ってるよ、部屋がまずこの広さ。いや広いねこれで、流し台と冷蔵庫が大きい、レンジもあってその奥には洗濯機と風呂と、風呂とトイレ別、うん、そう部屋がこれで、流し台、冷蔵庫、電子レンジで、すごいわ、すごいんですよ、悪いけどすごすぎてびっくりする。お風呂の追い炊きとかもついてる。で、こちらはなんと洗濯機、すごいな、ホテルにこんな洗濯機がついてるの初めてですよ。今までいろいろ泊まってきたけど。で、洗面台、ウォシュレット付きトイレ、こちらはお風呂ね、お風呂とトイレ別ですよ。もうマンションだな、ほぼほぼ、すごいわ。だから始めますか。始まります。さあ、お宅4人でと、あの、宅飲み、宅飲み、宅飲み開始です。ホテル会、ゆきのちゃん卒業おめでとう。アンドアンドアンド、ナナさんみや、ナナさんみや、はい、カイドカイ、カイアンド、阪神開幕2連勝おめでとうございます。おめでとうございます。頑張ってください。なんだよ、なんだ、マジかみたい。固定じゃないのね。固定の方がよくね。固定で土日休みの方がいい。また仕事の話。なんか前もしたような気がする。はい、それで飲み終わってシャワーも浴びたので寝ます。またね、今日も起きるの早いのでさっさと寝ないといけません。とりあえず私たちは寝ましょう。私たちはね、私たちは僕は残ります。チェックアウトまで、チェックアウトまで。今から朝飯なの。朝飯すげえことやってるな。ここの住人みたいになってるんで。それではそれでは、それではまた、でも何かで、また何、名古屋で、また名古屋で、名古屋で、次も名古屋で、名古屋で、まあ永遠に不滅、不滅ですので。あそこ地味に遠いぞ。名古屋駅が近そうで、ちょっとね、入り組んでるからさ。いやー、大変か、これ。なかなかしんどいぞ。29分発はなかなかだな。単純やばいかな。単純にちょっと。うわー、天気悪い。微妙な天気ですね。天気悪いな、これ。これから降りそうな。これから降りそうだし、あと7分行けなくはないような気がする。行けなくもないような気がするが、あと信号次第です。そう、3番線に打ち込めるかどうか。某 YouTuber ならいけますよ。あの、いつもギリギリに、そうだ、いつもギリギリの人いたわ。すごい方がいたわ。あれ逆に怖いなって思っちゃう、あのギリギリ感が。2分前に新幹線ホームに行ってくるんですよ。そう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 